で1点を取るのか、まあ、そのいいシミュレーション、日本のファンとしては何としてもこの試合ゴールが見たいという中島。サイドも変えていきますから。長友が余っているか、自分で打っていった。まずは日本、さあ酒井宏樹、低いクロス、どうか、合わせて左足。今度は右からの組み立てになりました中島翔也。普段は左で、鈴木さん、ここが見えますよね。そうですね。どうか、どうか、シュート。今エリアの中に大迫一人、その大迫が抜けてくる。また中島一人かわした、前が空いた、シュート。中島のシュートです。5人の壁、中島、ここはゴールキーパーが、長友動いている、前こじ開けてシュート。やはり後半も日本のポゼッションで始まっています。シュート。この位置がありましたが、すでに次のワールドカップの戦いは始まっています。やってみますかね、はい、原口、ふわりと浮かせたファーサイド。ああ、これも決まらない。バッチ、ここも行った、はい、奪って大迫、さあ前を向く柴崎、慎重に行ったか、まだある、抜けた。いや、最後はフィリップ、かき出しました日本でしたね、さあチャンス続く、